どうもおはようございます。藤夏健でございます。やってきます。まあ初手はね余裕なんでね、もうセーブする必要すらねえっすよ。こんなもんよ。とりあえずちょっとまあ死にながらやっていきますけど、もう全然もうクリアしてるんでね。ちょっと前にもうクリアしてるんで雑魚じゃねえよ。うるせえよ。まだ始まったばっかりなんだわ。いや一回も知らずにクリアできるようなゲームじゃねえから、それはいいのよ。ちょっとね10時までにクリアしたい。多分なちょっと2時間見てるから。やり直しですか？やり直しとか。そう、やり直しです。まあちょっとスマホだとね、なんか51回でちょっとバグってたんで、コントローラーでちょっともうパソコンでね、まあこんなこともありますわ。初見殺しはもうしゃあない。ただもう覚えてるところは覚えている。よし。セーブなし縛りの予定なんかねえよ。絶対やんねえよ。誰がやるかそんなもん。もう覚えとるから。とりあえず生くださいじゃねえよ。今日居酒屋でやってねえんだわ。こんばんは。違ったわ。ここじゃなかった。あら、こんな時間か。そう、初見じゃないのよ。初見プレイじゃないから。これに関しては、これなんてエロゲーですかじゃねえよ。エロゲーじゃねえだろ。全くエロさねえだろ。ゲーム実況みたいな画角じゃなくて、ゲーム実況なんだわ、一応ちゃんとな。ちゃんと前髪切った。いや、全部切るよ。なんで前髪だけ切るんだよ。全部切ったわ。よし。ありがとうございます。まあ、とりあえず、まあ、初見プレイじゃないからね。もう全然余裕ですわ。あー、危ない。これ落ちてくる。はい。よし。からの、これなんだっけ。あ、オッケー。あ、でここでこうだ。はい。覚えてるからね。あ、そう全ギミック覚えてるわけじゃないけど。はい。あー、じゃあ余裕ですわね。あー、そうなんですよ。横髪よった。ちょっとピヨった。いや、面変えてねえよ。エロゲーはやんねえよ。エロゲー実況ってなんだよ。エロゲーやんねえよ。髪の毛変えた？よしよし。もうクリアできたら、クリアできたらさ、もう余裕ですわ。はい。ここなんだっけ？まあいいわ。すごいね、上昇何感じ？ああ、これ加速するからね。これ加速するからね。はい、オッケー。加速して死ぬパターンあるから。早く寝るよ。死んだ。同じ死んだ。いや、大喜利オンラインしねえよ。めちゃくちゃ時間かかるんだろ。よし。はい、オッケー。ここからのこれ、はい、落ちてきて上から行く。でよしもうわ罠、そうだね、罠だと思ったら罠なんだよ。そうだった、忘れてた。雑魚じゃねえよ。死ぬんだよ、こんなもん。死ぬんだよ。チキショ覚えてたのに、割と覚えてたのに。よし。あー、邪魔。オッケー。じゃあこれはもう大丈夫ですよ。はい。危ない。よし。いや、コントローラーだと楽い。マジで楽。連打もできるし。いや、楽い。いや、ちょっとね、これスマホだとめっちゃ時間かかったけど、連打ができるから、楽よ。あー、ちょっと待って。おお、ちょ、音楽と敵が違う。おお、ええやん。ああ、音楽と敵が違う。月荘だ。ボス月荘ですね。うわあ、マリオの音だ。嬉しいね、これ。ええやん。ああ、ちょっと倒したと思った。はい、オッケー。余裕ですわね。違う、むずい。ちょっと待って、ここはちょっと集中しないといけない。よし、いけた。むずー。よいしょ。あー、これだ。あー、おかもったいねー。ほぼクリアしてたのに。これは完全に来ますね。よいしょ。ちょっと難しい。雑魚じゃねえよ。くしゃー。
ノーミスで行った方がいいですよ。ノーミスで生きてんだよ。生きてんけどやられちゃう病なんだわ。ボタン間違えた。でこれで行けない。で、これで帰らないといけない。ここはいいんだな。これか。あ、そうだそうだ。よし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 。からのよいしょ。よし、問題ね。一気やらしてよじゃねえよ。全部俺がやるから意味があるんだろう。代行に任したことになっちゃうだろう。よしよしよし、全然いいや、全然いいや。ええやよし、や代行だったんですかじゃない、全部俺やってんだろ。よし、おーおーおお、びっくりびっくり。ってむずむず。あー、いけた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 。ず7対5に続いてが楽ですが、喧嘩ですか。よしよしよし、全然いい全然いい全然いい。すいません、初見です。ちょっと難しいね。よいしょ、このペースで1回1時間で終わりそうです。よし、オッケー。全然いける。右下の物理はヌルヌル動きますね。よし、オッケー、オッケー、オッケー。こんばんは、代行ですが、こんばんは。プレイする契約でしたっけ。よしよしよし、全然余裕ですやん。よし、全然いける全然いける。ええやん。はい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 。よし、もうこんなところでやられる俺じゃねえっすわ。画面右下変なの、それが実況者だよ。無駄遣い上手いですね。はい、チームが動きそうな敵ですね。はい、シリーズの90回に比べたら右下が優勝の顔じゃない。余裕です。ジャスラックの方から来ました。ジャスラックの方から来んな。やん、全然余裕やん。パツのところがあった。ここか。ここなんか差し替えた方へのオーバク今は使いますね。前髪のコンディションちょっとやばいです。案件じゃねえよ。そんなに難しくない。わかりにくいよね。ただマジで OK、 OK、 ええやん、ええやん。あ、これ落ちてくる。はい、いや、マジでさ、コントローラーとちょうど当たってるわけではない。はい、やん、やん。危ない。素晴らしい反射神経だと思わない？見えないトゲがあるんだった。よし、でこう飛んでくんだっけかな。ああ、そうだ。よしよしよし、ええやん。じゃあこれだ、これがむずいのよ。 OK、 よしよし、ハゲてはいるよ。失敗しない方がいいですよ。し、待てなかった待てなかった。ゴリフで。よし、はいはいはい。よし、あー、こ、大丈夫大丈夫。ええやんええやん。あー、そうそうそう。よし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 。そうだよね、セーブはこまめにした方がいいですよ。うるせえよ、ドラクエのあの村の人かよ。よし、まあ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 、セーブはこまめにした方がいいですよ。知ってんだわ。やべ、これはね、今のところそれや実質クリアなんだけど。知ってるよ、余裕で知ってるよ。よし、難しいとこミスしない。よし来た、よし来た、よし、よしよしよし。余裕ですわ。あー、もう全然全然いけますよ。よしよしよし。危ない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 。はい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 、はい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 、もう余裕です。全然余裕ですわ。どうやったらクリアですか。
ナイス。これ敵倒したクリアですね。ファイナルなファンタジーですね。よし、あ、ファイナルのファンタジーでしたね。ファイナルファンタジーの音楽シミュー。よしよしよし。50回著作権的に大丈夫かな。スマホのボス違いますね。当たれじゃねえ、当たれじゃねえよ。針に当たると死にますよ。針に当たると死ぬのは知っている。いけた。デス数カウントよろしくです。今100です。今ちょうどデス100です。チキショウ、チキショウ。よし。ああ、死んだ。あ、さっき何で死んだんだっけ？あ、そうだ。ここだ。よし。よしよし。あ、そっか。飛んでくるんだ。俺は死んでねえよまだ。ここでいいんだ。ミートホールやらなくていいの？ミートホールもちょっとやりたいけどね。名前なのよ。なんで針に当たりに行くんですか？当たりに行ってねえんだわ。だから3つ目に行け。3つ目に飛んでこう来てこうだ。ああ余裕ですわ。ああここもさ、スマホの時めっちゃ時間かかったんだけど、連打でいいんでしょ？俺の連打力なめんな。余裕だわ。孔明ですね。よし。連打遅いですね。まあまあ早いぞ。ああむずい。ちょっと一回ちゃんと慎重に行こう。慎重にクリアするぐらいだ。よし。よしオッケー。よしオッケー。奥に当たり行けばいいんだろ。よし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 。よし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 。よいしょ。OK。で、落ちてくる。落ちてくる。ここピュン来る。よし、OK。さっき一発でいけたのに。はい、はい、はい。よーし！さあ来た！ 30 分経ってね、現在157です。ピカチュウ！じゃあ、めちゃくちゃ集中してんだわ。やってみろ、これをやってよ。いやまあルイさんならクリアできるだろうけど、 おじさんにはきちんだわ。40近いおじさんがやるゲームじゃねえんだよこんなもん。よーしよし、てんてんてれれ、あーええやんええやん、危なかったけど、危なかったけど、てんてんてれれれんてれ、オーケー。2周目、さあ2周目、キャラメル男性、キャラメル男性超えていくよ。ちょ、もう行くぜ行くぜ、マジでクリアする。俺はもうクリアしとるんだこのゲーム。よっしゃ、キャラメル超え、キャラメル超え、オッケー、いけるいけるいける、マジでいける、マジでいける、マジでいける、ラストラスト、やったー、きたー、よっしゃ。よっしゃ、それは死にながら行くもんだから。よしよしよし、あ、まあまあまあ、アイワナだからね。それはアイワナだから、そんぐらいあるな。よしよし、あ、可愛い音楽に合わせて可愛い女の子がダンスしてる動画かと思ったら、おっさんがゲームしてるだけの動画じゃん。いや、なんで音だけ先に聞いたんだよ。よし、よし、オッケー。そろそろ当たらない、そうだな。そろそろマヨネーズ攻撃さんの名曲お願いします。一番好きなゲーム、イエーイ、オッケー。リノニーリンゴさんと大きくなれないの。よし、よしよしよし、来た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 、オッケー、イエーやん。よし来た。よし来た。ちょい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 ちよいしょ、これも相談したいってみようってことじゃない。右下がいつまでも同じ男性なので、キャラメル男性呼んでくださいの。なんか音がちょいちょい良くない。おーおー、びっくりした、びっくりした。7だから死なないやつだ。あー、そうだ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 。よし
穴に引っかかるの笑う。引く、手足乗ってく。なんかもう50回よし、行ってる行っちゃってる。あ、動画は剥がされてないんだけど、動画はあのキャラメル男性の歌付きの方じゃないから。よしおお、来た。よし、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 来た来た。いやー、ちょっと待って。撃てよじゃねえよ、撃つ余裕なんかねえんだよ。いやね、そりゃ見てる方はなんで撃たねえんだろうってなるだろうな、そりゃ。最後焦ったな。弾撃てや、そりゃ言われるわな。あー、誰やった、やった、どうした、行くから。あー、よーし、よしよし、なっしゃ、大丈夫だよ、飛んでこねえよ。こんばんは。よし、よし、よし。あ、ちょ待って、ちょ。いや、アイワナの画面消して。お、いけた。あ、でもいけるタイミングだ。よし、来た。こうからの、こう。ああ、いける。あ、なるほど。いけた。よしよし。はい、オッケー。憲法改正の話。はい、タイミング。はい。よし、行くぞ。もう勢いで行くぞ。よし、ここだ。行けた。しきしょ。しきしょ。よしよしよし。うわ。よし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 。ああ。おにぎりをしようか。なんということだ。二段、また二段、もったいない。ああ、マシウマ、おし、ああ、マシウマのやつ。オフラインボーナスで強くしましょう。ああ、よし、前はよくやった。まだ延長戦していいんだぜ。ラドをすれば、やめれない。わら。いける。ああ、びっくりした。なるほど。ボールのタイミングさえ良ければいけてたね。キャラメル男性かどっちが難しいですか。キャラメル男性が今のところ一番むずい。ファイター天軸の動画から来ました。本気の挨拶してください。もうちょい声小さくできますか。どうも、カウント。配信内容よりコメントに需要ありそうですさ。ご調子すぎた68回お願いします。タバコタイム。水の耳怪しそう。みかん食べます。よーし、来た。藤ナッツ、じゃんけんぽん。戦いの中で成長した藤ナッツ。けんよーし、来た。あー、惜しい。まだでも今のだといけてない。うまいと思わせるのがうまいね。行くの早いと思いますよ。ここだ。ナッツさんが楽しそうに歩いてる。よし、来た。出すゲンタ。いや、よし、来ない。5番の母です。ここに5番来てませんか。アイワナならチュートリアル難しくても不思議ではない。5番6番さんのアンチですか。スマホでやりましょう。ファミコンのコントローラーにしてみたら、2とこのキーボード付け替えたら押さないで済みますよ。こんばんは、難解なゲームのルールですね。これ聞くだろう。よし、見逃したから6番押して。よし、ここまで来たら安心だな。なんだこれ、100枚取れ。え、
やったえすげーち、おめでとうございます。なんかこいわら、ナイス、よしゃー、疑うなよ、まさかの何もない、わらわら、セーフ、おめ、んですよ。そうだ、真剣ずにやってなかったからな、俺それは、確かにな。リンゴリンゴこれ実は録画なんだよね。よしの盾は自分です。これまだやってたのか。いやー来たいや本当に。いやだから阿佐ヶ谷姉妹のメガネの方は漏れなく阿佐ヶ谷姉妹なのよ。よし来た。あ。よし。早くルールを分かりたい。つえルールは分かるだろう。賞賛200円。本当はスパチャは初めてでは、ゲームルールそろそろ把握してください。よーし、来た！来ますよ。これも取れるか？約束破るんですか？帰れなさそう。これってもしかしてトゲに当たったらゲームオーバーになるゲームなのか？ナッツさん指名手配乗ってましたよ。2、1。すごい。次気をつけて。コースなよ。よ、出産や。すげー。よし！頑張れ。頑張ってみます。よし。よし。恐怖縁のよ。無駄な。なんだかいけそうな気がする。あー、いけた。左のリフトに移りゃいいんだ。オッケーオッケー、よし、行き方わかりました。ありがとう。戻ってきたら1ステージしか進んでない。いや、1ステージ進んだだけすげえのよ。たらいけますかね。ゴホゴホ風きました。いけない。よーし、よし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 、行った行った。だよね。そうそう、下の針では沈んでからね。あー、いけた。僕無理でね。さあ、陸風船の動画から72回一発クリアしてねえよ。適度なスピードで挑んでくる。あ、いけたよね、もう早めのパブロンくらいの感じで聞いてるけど、いけたよね、今。はり2個目の山、ヒロックマンの時を思い出のトゲの端っこじゃね。上下だったっけ。み、リンゴカートルよいね。次に盛り上がってきましたね。難しすぎて2回するの諦めた。頑張って。この配信、フィリピンの刑務所からやってるらしいよ。あ、2回なんや。なんだ簡単ルート判明してるじゃん。逆にハート取らないってのはどう。ハートは甘え。除去した後右からトゲ飛んでくるよ。簡単だな。絶対そんなに楽なんですかね。解説はわかりやすい。これどう？当たらないで。あ、大丈夫っぽい、大丈夫っぽい。言ってるの無視し続けてたけど、行く、行けねえよ。あー、来たのが10回に1回もないからな。はい。あー、よし。よーし、行きます。よーし、来た。で、ちょっと逃げる。よし、やりたくないからね。そこより本番弱いな。バカ。死ねば死ぬほどプレッシャーかかりそうだな。よし、来た。いつもこれやな。よし、来た。なーに、なーに、これどこいんの。あ、いた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 。オフライン報酬もらいましょう。こんな深夜に広告見せられたら、それはたまらんから。マインベッドの心でいきましょう。セーブポイントで視聴者が許してくれるわけないけど。あ、来るよ。お、マジか、泣いた。おお、マツコの死の可能性が高まる場所なんで。よし、来た。いいんだよな、やっぱり早いんだよな。もうちょい待ってからスタートすれば、みんな早起きやな。そんなに大変じゃないはず。この動画見てたら職質されました。ヘロバンニキ、フジナッツさん、赤べこみたいになっててくさ。長時間楽しみ。よし、来た。 I can fly。雪かきはそうですね、外出ないんで。その背景はくじましですね。80まで、80までじゃないね。よし、来た。よし、サングラスか、これ運ゲー。これ運ゲーですね。ここに来て運ゲー。よし、なんでだ、一発目はゆっくり行きゃいいのに。ヒカキンさん、俺らも見るの頑張ってるんだから応援しろ。はい、4発撃った。4発は行きました。ラッキーを即無駄にする男。あー、ちょっと待って、ちょっと待って。1回そろそろボトルシャツさんコーナーはよ。気合い入れよ、気合い入れますわ。なんで左のレンズ四角じゃないの。刻んで乗せるぞ。切り裂けの先に私の力が入る。最近じゃがいもとないですか。よし、今日も睡眠導入はスムアにします。ハッピーバースデー、フジナッツ。次死んだら工場の覇者最初からね。今日も配信内容クリアできなかったらマイリトルユニバースを最初から始めてください。もうお知らせ上手、小池です。たまとのソーシャルディスタンスを気をつけましょう。はい。ロッコリさんですか。密にならないように。あ、これは楽。楽だけど、矢印になった場合に焦っちゃダメ。やってたんですね。バトンされ続ける最強記録を狙う男。明日は仕事ありますか。ないです。ヒカキンいるの。こんばんは、滝川クリステルです。はい、おめでとうございます。おもらし。
フジマッツに剣を通すような作業。ポポチンポ。よし、オッケー。遠くに集めて出直そうぜ。濃厚接触しないでください。お、ラッキー。いいねボタン押してやるよ、ハゲ。ビートホールってやらしいホールですね。こんばんは、これは何かの罰ゲームですか？おいつ、お前どけ。じゃあクリアするまでぶっ通し配信ですね。あいつやばいか。ネタバレしていいですか？ダメです。よし。明日、仕事ないなら何をするんですか？これもブーブーのゲームですか？いや、危ない。お前ならできるぞ、頑張れ。うわ、狭い。明日仕事ないってことは、明日は仕事休みってことですか？そうです。とした瞬間にクリアしそうで怖い。やばい。朝起きたらクリア来てることを祈るわ。こんばんは、応援してます。3発。釣り屋山です。藤松さん、応援してます。指名非公開さん、ナイスパです。やばい。指名非公開さん、800円。これで4つでプレミアムに入れるんですか？ハゲって誰のことですか？右下の人はハゲかけですよ。ナイスパ。ナイスパ。ナイスパ。いける。ナイスパ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 です。クリアするまで帰れ魔獣。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて。あと一発？オッケー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 、 14！ さあ、14来ました！お金もらえるゲームで稼ぎまくってるから仕事なんてしませんよね。ナイスパ。祈りが集まってきた。よーし！お、いけるか。さあ、これ避けきれば、赤ゲージ。集中できてるよ。ナイスパ。王はどんな効果なんですか？よーし！やったか。2! あー、ちょっと待つ、ちょっと待つ。3! よいぞ。いけー、クリマッツ。あと2発！クリアするまで帰れません。勝ちやん。集中だ。流れは来てる。いったー。勝てよ。バババババ。ラスト！よーし！いけいけいけ。いけるぞ！いけるぞ！長かった！長かった！最後だ！よっしゃ！じゃあ、最後にミミズはやめて！いやー！あと一発！あと一発！あーっしゃー！よっしゃー！来たー！ナイス！来たー！あー！これはむずい。アルゼックゴールドから来ました。よいしょ！こんだけ死んだら国葬しないとな。どこですか？よーしよしよしよし、集まってないことが分かっている。私のここ2日間のデータで。あーしゃい！私が主流です。あーちょっと毒へ。いつもと違ったあらさい。リゼムラは？よーし来た！でしたっけ？あーよし。地味だけど難しそうだな。いや本当地味、地味むず。よーし来たー！あー一歩前進。僕が何やねん。ここの福山同士で戦わせて最強の福山雅治決めようぜ。これは一体どうなっちゃうんだ？もっと早く飛んで。よーしよしよし。よいしょ。最後は普通にジャンプで越えないと反転したら針に当たりますよ。よいしょ。来た。あ、実質針に当たってる。いや実質針に当たってるんですけど。眠いよ。よいしょ。水中後は簡単ですか？よし、ディスクリア。あはははは、なるほど。激ムズステージ。え、これ激ムズステージなの？イニシエのブロック崩しですね。イニシエですね。あ、いけ、いけた、いけた。おお、おお、おいしい。うわ、余裕じゃん。ひどいだ、藤松。ええやねえやん。何度も準備ぴょんですね。はいはいはい。引っ越し終わったら、まだやっててくさ。よしよしよし、いけたいけた。れたので簡単で笑う。よし、ここで決めよう。よし。分かってない。お前は、今までヨガと錯覚していた。パンツ履いて。おめえ。よし、今どっちだろう。いや、あそこでしないと分かんねえな。微調整ができてね。大事の頃の記憶あるって本当ですか？そう。風呂入ってきます。はい。いってらっしゃい。100% のハゲはクリアできる。こんばんは、ゆうきです。あ、いった。フジマッツは文系か理系かで。ああ、ちょっと重力重っ。ちょっと思ったより重力重かった。まあまあ、運ゲーですから。ワークだからフロアクリア扱いじゃないってことですか？まさかの二段構想。ナイス。おい。実質クリアした。いやー、まあ結構待ち合ったから、気持ち待つ分にはオッケーなんだな。おいおいおいの呼吸でいけると思う。人間がゴミのようだ。実質クリアなのに、クリアしてないじゃん。動揺しないように。これで間に合わないなら、最後の時計、右から取った方がいいのか？これで無理なら時間結構シビアだね。来た！来た！あ、おめでとうございます。4人。おー、びっくりした！いきます。偽物は弾貫通したりしない？本物やろ。バー！終わり。終わりだったけど。今回は？いけるこれ。お車代は出ますか？国会0人でもやるの？明日は休みですか？0人でもやるよ、そりゃ。あな、
プレイヤースキルの問題ですね。下からジャンプなんですかね。よし、あー、いけるいける。え、陰キャなんですか。チャンネル登録200万人おめでとうございます。あ、いけた。ゴリ押しでいける。休憩ですよ。ああ、エレコムさんは別に今日案件もらってやってるわけじゃねえんだわ。よし、よし、最近言葉遣いていないのは案件だったからか。なんか置いてない？あ、こだわり。よしよしよし、よーし、それはキックしないでください。さあ、よし来た。視聴数800頭打ち取るんよ。藤名さん頼むから大根さんでこの面食えよ。 VTuber は私が出て偶然じゃないですよ、実力ですよ。今のとこ立ててなかった？いつもの筋肉ルーレットやってください。フジナッツのナッツさん不合だからレートはデカピンね。行きます。真ん中になったら行きます。レッツ、はい、飛んだ。左、右、左、右、左、ジャンプ。オッケー、1時間やん。さあ次、全然管理下りに行こうか。あー、ますよ。セーブしないの、セーブしないの、イエーイ、やるー。し、来た。ちょっともう行きます。独特なリズムの取り方はロタ。救急車、なんかポンポンに打てる。おめ、いけたこの筋肉で初見殺し。黄色、赤、青、黄色。色変更は自分でコントロールできるの？赤、青あります。なので、黄色、次は黄色。なんかよくわかんないけど色ついてるとぶっ壊せそうじゃね。黄で、黄色。あとのギミックにエグいの見えてるんですが、この人ここで済むじゃん。名探偵藤名。あ、バセスはうますぎ。黄色、赤、青。え、これもう行ったんちゃう。覚えた。覚えた。ちゃんとやってるよ。これはネットフリックスですか。なんでなの。それ見ましたよ。社長でお疲れ様です。クネルさんの言うこと聞かないからだぞ。これ昔はハリトラップなかったのに。さすがにもうネタイス先輩。やる気ある。オーソレもなんか意味ある感じ。三発打っちゃうパターンはさっき見たからいいですよ。赤青で行けばよいのでは。なんでいつも一発多いのなんでなんでしょうね。地味に難しい。黄色のまま突き抜けよう。マヨネーズ光一さん作詞作曲の新曲歌って。尺稼ぐなよ。わざとらしい入れてないから手が震えるんだよ。ギリまでね。タス乗りからのタス乗りからのタス乗り。そう、うん、そうだね。タス乗りし、タス乗りしてこう来てこうからのこう。おやすみなさい。寝る方寝てください。明日もお仕事だと思いますので。さあ、私はもうちょっと今日仮眠を取っているので、調子こいて結構やると思います。うわー、狭っ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 。オッケー、よかった。青リンゴもうちょい下来てたら終わった。うわー、でもまだいけるな、隙間あるな、隙間はある、いけるいける。よし、よし、オッケー。じゃあここが難しい。オッケー、ここも気を抜かない。
回から出直した方がいいんじゃない？は？クタオ、ダマさん、800円。スパチャ届くと聞いて、これこれね。一番左が上でいけた気がする。そっちの方がのぞいた。言われた通り、ちょっと下に行くと見せかけて戻りゃいいのか。ああ、ナッツさんの手品、オフ会で手品はやってないんですけど、リクエストがあれば別にやれる。ああ、いけた、いけた。北海でケアレスミスしたら即死ですよね。抽選に当選した人以外も開催ですか？いやーと行かないんですか？300回いるんだが、ネタバレですけど、もうすぐ奥さんが来ますよ。たまには家族の人に使うかな。よし、ごめんなさい、ごめんなさい。あそこむずい、あそこシンプルに結構むずい。うわ、惜しい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 。畜生、あるある。いける、いける。危ない、危ない。やばいっていうから死ぬんだよ。もったいない、おいしい。中間までやろ。早く良すぎだろ。中間まではいけそうですね。急に上手くなりましたね。今のは運が悪かったね。おい、簡単そうでしょ。ないですよ。下のワープどっちか外れやろ。これでしょ。脱税は決めました。いや、ワープが外れなことはない気がするけどな。株式 51% にさせてください。銀行の監視カメラの場所は全部把握できたのか。いつなら面接してもらえますか。ダックスの話題はダメですよ。で、ちょっと待つ。脱税ゲームですか。もうクリアできそうな夏だね。おお、いけた、余裕。祝ってくれる気持ちは嬉しいからさ。39ってマジか。38くらいだと思ってたから驚きだわ。この動画は普段の視聴者があまり視聴していません。ちくさ、アホくさ、謎のくさ、全部違うくさですか。うち味のチョコレートください。松屋のピークタイムぐらい急がないとダメですか。おっし、これは実質クリア。こことこのむずいのレーン、巻き顔ですか。よし、来た。いつでも勝てば勝ちだよ。え、簡単だった。あ、ギニューに似てますね。なんで義乳隊長こんな役にチェンジしたんだろう。男性ですか。そろそろ義乳じゃねえよ。なんで義乳が相罠やってんだよ。ハゲ博士ですか。義乳が一番やらねえだろ。1日に何回静香ちゃんのお風呂のぞくんですか。桃屋のあいつ、お笑い芸人の藤夏健に似てますよね。ジャパリパークに行ってください。実質クリアとは、早くクリアしないとまた。あ、実質クリアはまあしてないから。あ、でもまあそっか、黄色の残り一発まで行ってるから、まあ実質クリアですね。射撃うまくないから伸びたじゃないですね。そうですね。ルパンニューの次の人ですか。ティッシャツ買わせてくれるんだよ。クグゼンさんですか。ジースですか。ゲームに集中してください。はい。射撃得意そうですね。ボディチェンジしてるんですか。ミキノリヒラですか。藤夏に似てますね。そろそろ不安になってきたぞ。僕もラッパで踊ろうですか。あ、やばい。ヨシ君のおじいちゃんですか。古いやつらにも出てましたよね。出てねえよ。うるせえやつだから古いんだよ。どんどん古いんだよ。覗かない方がいいですよ。シソンヌのメガネの方に似ていますね。バータですか。シソンヌのメガネの方、二人ともメガネしてるイメージだけどな。の隣にスムロー人生に似てますね。なんで食ってないんですか。世紀末のボーカルに似てる。バカルビの似てねえよ。デーモン感ねえだろ。のび太は人間性が高いからそこだけが違い。カグラのパパですか。メガネ本体に似てますね。コンビニ行くけどなんかいる。それちょいちょい言われるけどさ、俺の元に届かないんだよ、それ。なんかいるって俺。じゃあポカリ買ってきてって言ったところでさ、それは俺に届かないんだよ。出てねえよ。誰と間違ってんだよ。つるせこなプレイだなじゃねえよ。つるぴかハゲマル君儲けたぜって誰が分かるんだよ。出てねえよ。ノラクロ君ですか。悪魔教人に名を連ねてますよね。リンゴ美味しそう。アップル、古瀬やつらにメガネ折ったよね。川島教授ですか。福島駅から配信してますか。タケコプラない方がいいですよ。この人、アントニーって人、裸足の件に出てましたよね。まだ魚さばかないんですか。頼むからタバコ吸ってくれ。白の藤吉さん。あさあ何番。なぜ角を取らない。ハゲマル君だったんで。よし、メドニック君に出てますよね。よし、終わらせよ。終わらせよ。もう飽きたぞ。黒のポリターのロボっぽい。ロッテンマイヤーさんですか。近くで打たない。近くで打たない。中尾さんですか。近くで打たない。近くで打たない。近くで打たない。ああ、ちょっと殺意。アルパカパカパカ、ちょっと殺意。サングラスかければタモリに似てると思う。バッチコリンのメガネの人に似てますね。よし、俺だよ。キャッツアイの三姉妹の人に似てますね。トムとジェリーのトム。やばい。近くで打てよ。隣人ですか。寝てる人クリアしそうですよ。アルパカパカパカ、ちょっと殺意。ビックリマンにいましたよね。いねえ。マタリンゴラン。真面目な話、プロゴルファーさんに出てましたか。出てねえよ、真面目じゃねえだろ。似てますね。その質問するやつは真面目じゃねえんだよ。ジャングルのウルテターさんに出てましたよね。出てねえよ、誰だよ、アナベベか。お母さんと一緒でそんなかしながせるかよ。タケコプターつけたら髪飛んでいきませんか。は、アルパカ、耳から何かがやってきたのを左に受け流さないんですか。ガラピコですか。よしお兄さんバカにしないでください。あ、やばい、危ねえ、最初からやり直してくれ。危ねえ。近くの教科書に出てました。ゲゲゲの鬼太郎には出てたでしょ。近くで打たない。リンゴ打てば倒せますよ。カツラパカ。やばい、あー、やばいやばい、分からへん。もうどれがどれか分からない。どれ、ご本人、ご本人。あー、倒した。よし、
で、ピンクの靴を登録しました。はお釣りとかやり直しですね。もう解説ね。いけたー、危ない。ハットポッチステーション面白かったです。ハットポッチステーションってなんだよ。ハッチポッチステーションだろ。十分コメント拾っているのにさらに要求する視聴者好き。わら、その髪型若者に流れ。よしよしよし。皆さんマッチのメガネ触りながら見てます。アースマラソン完走おめでとうございます。この前のブレイキングダウンかっこよかったです。それなすぎたか。朝ごはんはタケノコ派ですか。アイノリ見てました。よしよし来た。ヘルメットですか。あー移動できるんだ。見えた。ありがとう。あと3回ぐらいミスってほしい。早い。よし、中央上の針がかわいそうだから一遍刺さってみよう。減ったちゃんだよ。よし、部屋とワイシャツ取り簡単そう。欲しい。ヨガテレポート使えばクリアできますよ。うまい。彼女のくぐり方を見てください。いやいや、あのくぐり方わかったからもうもう余裕よ。食用なクリアしたらリンゴ飛んでくるよ。わかるかできるはずだ。もったいね、もったいね。合コンの仕事でなくても大丈夫。あと一つだけ。これバックアップ取ってますか。打ち忘れしないでいぬ。さっきも打ち忘れてたよ。ありがとう。寝て起きたらまだやってて草。打ち忘れ注意。うわー、ありがとう。圧倒的に YouTube ですね。頭ぶつけないで。夏はアイワナが好きだったとしてもアイワナは夏ない。昨日夢に出てきました。怖いのでもうやめてください。ジャンプはできへん。時間見れるのかな。ドキドキ。ドラクエのルーナで頭を天井にぶつけて飛べない状態。逆に様子でなかったら何か苦労してたと思いますか。ああ、はははやっぱ。なんだかんだで今週末には100回見ながら叫んだ。あ、いけた。セーブした方がいいよ。なぜセーブしないんですか。広告単価下がったって話題になってましたけど、藤夏さんはどうなんですか。お、殺意が。いつも来て言ってたんじゃないんですか。あ、二次配は禁止されてる。じゃあ、リンク渡すわ、リンク。藤夏の顔の素材欲しいです。銀を立てください。あれ夏の声だからどんだけ探してもないよね。効果音が見ると様子部屋の音いっぱいあるよね。わら、奥さんの声でパックをください。二次配は禁止されてますよ。藤夏さんとは何本消えましたか。欲しい。右の皮丼これを入れなくて下ルートで行くんだよ。クリナッツさんは熱々おでんやドッキリにかかる仕事が来ればそんな仕事はしますか。交換する。右代行頼むしかないな。頑張れ。メガネずれてますよ。欲しいものリストに指入れといて。ここでスタップ細胞ですよ。来た特に難しいわけで来たナッツさんが嫌気がしてる姿が一番。さあ僕はしょうがないバス以外で死ぬのは甘え。サンクス。いつかやわんだ流してリフレッシュします。よーし、ミスで食べてないの。ちょっとあの2個が難しいな。そこだけ行けば。いや本当だよね。それスパチャのだけ申し訳ないけど。パターンわかれば早そう。攻撃運でいけますね。ホーミングおしっこ難しいな。バレンタインくれた人にホワイトデーのお返しあげない作戦ですね。ホーミングパターンが一番面倒そう。目が痛くなる。スターシュートじゃん。これも結構面倒。顔しやすんだ。めっちゃ良かった説。ネタバレするとラスボスはギャス。ああ、降りなきゃいいのか。で最後だけくぐりゃいい。オッケーオッケー、わかった。全く絶望感はないな。わかった。いろんな種類の攻撃パターンあるね。あるね、多いね。さっきのは敵近くからだんだん遠くに行きながら避けるんじゃない。血尿にしてはキモすぎる。肉の曲でジャスラック回避しましょう。ああ、これ無理。あ、いけた、ラッキー。あ、もうこれ全部全パターン避けたんじゃない。これで左の針、不穏すぎない。肉の曲で当たったんじゃないですか。メタイ水道やパターンは肉も多かったからまあね。肉さんって本当にも収益なんですか。メールには収益は受け取れるって書いてた気がするけど、 BGM についてのネタバレありだったら収益拡大回避でしたもんね。ダンバー神回避、うまい。クジナッツなら楽勝でしょ。なんか片寮みたいですね。一定本領酒ナッツは進化しすぎた。これで終わるとは思えない。肉戦が役に立った避け方でテンション上がる。落ち着けけん。ごめんだけど今日はクリアできない。すまなきゃいける。なんで敵に回ると一撃で死なないんだよ。誰と戦ってるの。ハリ絶対にあるだろうな。肉さんより楽そう。うまいぞ。怒った。鼻毛の方がきつい。え、いけそう。クロノトリガーの BGM の半券ってジャスが持ってるんか。いけるぞ。え、これクリアじゃないの。これあるかわからないけど、とりあえず第二形態の有無を確認し、飛びはいけたな。このチャンネルって視聴者の男女比はどうなってるんですか。ここに来て確定してきてる。頑張ってほしいところ。アーカイブ夜中ぐらいだったような。攻めた。
ちゃんと攻めた。マスちゃん、ありがとう。3回連続アップダウン、もうちょい、ゾーン入ってるわね。上からリンゴ突く。本気で見えてきたね。チームはリンゴ。今のはナッツさんなら避けれた。延長アンケートまであと10分。12時まであと10分ぐらいです。はい。いや、アーカイブと同時に見てますが、どっちが先にボス倒すか楽しみです。延長。積極的な攻めに勝機が考える。シーナリンゴ。23時52分、23時52分。検査ミスも12時前に強くなるよね、わらわら。もういいけど、このゲームライブ配信引っ張りすぎてのエンドとその年の次のゲームをもどっちに整えてるの。宇宙人さんとマスさんどっち信じるかな。はじめ、はじめの2時間のうちのどこか。殺しもうねえよな、どう考えても。きつー、1ヶ月ちょっとかかったけど、ということで皆さんもね、何かしら今壁にぶち当たってる方もですね、諦めなければいつかできる、やればできる、ということを証明できたんじゃないかなと思います。